昨日10月3日木曜日、気象庁は10月5日から11月4日までの1ヶ月予報を発表しました。気温は全国的に高い傾向が続き、秋の深まりはゆっくりとしたペースになりそうです。一方、秋雨前線や台風の影響で降水量は多くなる予想です。まずはこの先1ヶ月の気温です。上空約1500メートルの気温は全国的に平年よりも高く、日本列島は暖かい空気に覆われやすい状態が続きます。期間初めの10月上旬は気温がかなり高くなる見込みで、西日本や東日本では局地的に30度前後まで気温が上がる日もありそうです。運動会や農作業など屋外で長時間過ごす場合は、念のため熱中症対策を万全に行ってください。その後も気温が平年よりも高くなる日が多くなりますが、極端な暑さはなくなっていき、徐々に秋らしい体感になっていきます。次に降水量です。日本の南東では太平洋高気圧の東への後退が遅い状況が続き、西日本、東日本は相対的に気圧の低い気圧の谷となる日が多くなります。秋雨前線が停滞しやすくなり、湿った空気の影響により前線の活動が活発になると雨が強まる恐れがあります。そのため東北や東日本、近畿や中国、四国では1ヶ月の降水量が平年並みか平年よりも多くなる予想です。また10月も9月と同様に日本の南海上で台風が発生して日本に影響する可能性があります。秋雨前線とともに台風の動向にも注意が必要です。今後も最新の気象情報や天気に関するニュースはお天気アプリウェザーニュースからご確認ください。